こんにちは、クリッカートミーです。全長 4075×全幅 1750×全高1440というボディサイズに 2.0 リットル直列4気筒ターボ6速の湿式 DSG が組み合わされるポロ GTI。 MT の導入に関しては現時点ではノーコメントだそうで、今後に期待といったところでしょう。200馬力 4400-6000rpm 320Nm 1500-4350rpm というアウトプットに 1290kg という車両重量ですから、中低速域のトルク感、高速域のパンチ力ともに一般道では底がうかがえないほどモリモリとした力感を抱かせます。6速 DSG はごく低速域からかなりスムーズで、ほとんど寝がらしさを感じさせません。しかも退屈なだけでなく、変速時のダイレクト感も味わえますから、2ペダルでも十分にスポーツドライブが楽しめます。見知りともしないボディの剛性感により、先代よりかなりサイズアップしているにもかかわらず、大きさを感じさせないハンドリングも美点。そしてフォルクスワーゲンらしい安定感の高さに加えて、 FF でもこれほど意のままになるのかと感嘆させられるライントレース性の高さは、高速道路など長距離でこそありがたみを感じるはずです。一方、ノーマル仕様よりも10ミリ車高をダウンさせた乗り心地は、フォルクスワーゲンらしい硬質さで、ノーマルモードでも少しコツコツとした足の動きになりますが、先述したようにボディの剛性感が非常に高いこともあって不快さはなく、先代、先々代のポロ GTI と比べると乗り味は大人になっている印象。なお、スポーツにすると足の動きが抑制され、より鋭いコーナリングが可能になります。アップ GTI の完成度の高さにも驚かされましたが、目隠しして運転席に座らされてポロと説明されない限り、ゴルフ GTI と勘違いしそうなほど高い完成度を誇るポロ GTI。 この1台があれば、高速道路から峠道までスポーツドライビングを手軽に楽しめるのは間違いありません。